俺の生まれは、俺が生まれてきた時に家族によってすでに決まっていたと思う。皆さんこんにちは、コハメソドのクレズマウィークへようこそ。クレズマ音楽はすごいホットな音楽だから、こうしよう。クレズマに関する面白いトピックをたくさん用意しました。クレズマとは何なのか、またクレズマのかっこいいテクニックを教えます。今回のエピソードはクレズマの歴史です。皆さんはクレズマ音楽を知っていますか？日本ではあんまり知られていませんが、西洋では20世紀に入ってからとっても人気が出てきました。クレズマは基本的にユダヤ系の民族音楽です。もともとクレズマ音楽はお祝い事と強く関係がありました。彼らは結婚式や宗教に関連した機会に演奏をすることが多くありました。嬉しい時も悲しい時も彼らは音楽を奏でました。クレズマ音楽は本当に人間の魂から来るものです。すべてのクレズマミュージシャンはいつも歌うように演奏します。クレズマという言葉もヘブライ語で歌う楽器を意味するクリゼメルという言葉から来ています。ここでジョーラ・ファイドマンの演奏を聞いてみましょう。彼の声すごいでしょ。僕も彼から大きく刺激を受けました。僕はクレズマ音楽とともに育ってきました。僕のお父さんはクレズマの最高の演奏家で、小さい頃からお父さんの音楽を聴いてた。僕はクレズマ音楽が大好きで、14歳になるまではいつも好きな音楽は何かと聞かれたらクレズマだと言ってた。クラシック音楽を始めたからもクレズマの素晴らしいリズムとハーモニーに魅了されていました。17歳になった時、私はプロのクレズマバンドから誘いを受けました。もちろんまだ自分の実力は十分じゃなかったと思う。でもその時にステージの上や音楽は自由だと学びました。毎週金曜日、私は小さな劇場で演奏をしましたが、このコンサートはいつもクラリネットのレッスンの後でした。学校ではモーツァルトのクラコンチェルトを洗練された形で吹けるように頑張りました。
でもその後クレズマを吹く時には大事になった。僕はミュージシャン同士の本当のコミュニケーションをクレズマから学びました。常にお互いの演奏に耳を傾けて反応し合った。もちろん正確にメロディを演奏しますが、常に即興もしてた。何が違うのかキャッチをしないと、どこを演奏しているのか見失います。とってもやりがいがあって、とっても楽しい。俺の運命は、俺が生まれてきた時に家族によってすでに決まっていたと思う。僕が生まれた年にお父さんのクレズマバンドが結成されました。お父さんがクレズマを始めたのは偶然でした。本当は彼の友達がそのクレズマバンドに誘われていました。でも当時のハンガリーではまだクレズマが有名じゃなかった。その友達は同じ時期にオーケストラのツアーに参加することになって、お父さんに自分の代わりに新しいクレズマバンドに入ってくれと頼みました。友達が帰ってきたからもお父さんがそのクレズマバンドを続けました。そして数年後、そのクレズマバンドは大成功した。だからこれはみんなに言えることで、何かに時間を投資することを恐れないでください。あなたの人生はいつでも変わる可能性がある。そう、お父さんは新しい音楽で新しい人生をスタートさせました。もちろんクレズマの奏法も知らなかった。では何もわからないとき、どのように学べばいいのか。それは他の人がどのように演奏しているか聞いてみることです。ジョーラ・フェイドマン。そう、あのフェイドマン、私がコンツェルトックの名前を付けた人です。彼はクレズマの生きる伝説と言っても過言ではないと思います。最も本格的なプレイヤーの一人と言ってもいいのではないでしょうか。彼は多くの伝統的なクレズマ音楽を演奏していますが、最近はビートルズの曲まで演奏をするようになりました。彼のビートルズスタイルが本当に素晴らしいです。彼の音は本当に特別だと思う。僕はいつも彼の演奏を聴くと、とってもセンティメンタルになる。いい音色が必ずしもクレズマに合っているとは言えません。その一番の例がデイビッド・クラカウェルです。彼は本当に美しい音を出そうとは考えていないように見える。でもだからこそ彼の音楽はいいです。デビッドさんはとっても自由な演奏をしています。イメージしたものをクラリネットで何でもできる。英語で言うと、His playing is really playing. デイビッド・オラロフスキーは、呼んだ？若い世代で僕の好きな音楽家の一人です。彼はクラシックから始まったけど、クレズマのトリオでとっても有名になりました。彼もまた独自のスタイルと幻想的なサウンドを持っています。彼らの演奏を聴いていると、この素晴らしい音楽との結びつきや魅力が、私をより良いクラシック音楽家にしてくれているのだと感じます。クレズマの歴史というよりは、私のパーソナルな歴史になってた。ごめんね。今日もこの動画見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。バイバイ。